おはようございます。おはよう。そろそろ動くか。はい、今7時ぐらいですね。場所移動しようと思ってます。ちょっとここ昨日モーリーが一人で粘ってたんですよ。粘ってたんだけどなかなか釣れなくて、ちょっと場所移動ってのと波の音がうるさい問題なので、ちょっと移動します。こちら潮がかかって、ここ通れんくなりそうですね。ほらどんどん砂が崩れてってる。したくねえ、したくないな。うわ汗、いや潮、磯の匂いする。夏はきついな。うわ、ん はい、今回の釣りポイントに向かってます。昨日の反対側ぐらいですね。うん、前回やったところの反対側。昨日釣った見栄え、釣れた見栄えです。雨降ってるとね、ポツ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 ね、うん、このルアーが反応が気づきにくくなるから。あと海水の水温も下がって潜れないらしいね。活性が下がる、うん、これ今日釣るとまずくない？やばいな。俺なんかまだ一匹も、もう減る一方だからね。今のところ減る一方。はい、もう完全に雨降ってきましたね。はい、行け。よいしょ、いいとこ、ちょうど真ん中ぐらいかな。いいよ、釣るしかないだろう。雨降ってるからね、釣り人いないんすよ。投げ放題、ポジティブに考えよう。ポジティブボーイ。ん、なんかでっかいのいるな。あ、でっかいのいる、でっかいのいる。これでかいな、イラブチャーガー。尻尾が、赤。どうした？やばい、こんくらいのイラブチャーガーいる。結構でかい。死にでかい、こんくらいある、マジで。40、50ぐらいある。全部だ、今よく見た、今どうすか。見え、見え、こんな感じですね。これじゃやったら風邪ひくということなんで、はい、ちょっと車で休憩してます。で、服もこういう風に乾かしてね。拉致計画立てた時は曇りだったんだけどな。急遽変わった。拉致計画って拉致計画さ、なんで。一応拉致計画なんだけど、うん、俺てっきり誕生日サプライズかってちょっと思ってたんだけど、ないもなしな地獄っていう。まさかの最近誕生日だったっていう。拉致の日に誕生日ってひどいよな。拉致の次か。拉致の次15日でしょ。15、うん、じゃないよ、前さん。あ、拉致前か。拉致前か。拉致の前日。前日誕生日。サプライズかと思いました。普通に誕生日サプライズ思ってた。地獄だろ。うん、なんかこのバンバンなんかに溺られてる時にちょっと嬉しかったっていう、うん、したら違ったよね。うわ、サプライズしてくれるんだと思ったんだ。ウケる、ウケるじゃないだろお前。確かにひどいわ。てかどうしよう、お腹も空いたし。確かに朝食ってないですよ、うん、で、ほんとイラブ、石見栄えか、うん、石見栄えを朝ごはんにしようと思ったんだけど、ちょっと餌にした方がいいのかなと思って餌にしたんだけど、昨日も見栄え食ったしな。うん、どうしよう。一人100円だったらギリ500円余るんじゃないか。うん、100円分なんか買いに行くか。ご飯行く。100円分の100円分ってお腹空いた。で、今から商店行くんだけど、また濡れたら困るので、こういう風にね、カッパ作りました。格好洋服とは。洋服ないのか。かわいそうだな。顔出してる。バスター。バスター。178円。
三束だからちょうどいいね。三人分。いいと。多分これね、三人前じゃねえんすよ。なのでちょっと水で薄めて、で調味料とかで。ギリギリって感じだ。二から三だから。ちょっとだけ足すか、じゃあ水を、うん、ちょっと足すか、足して、ちょっとなんか味付けして、うん、そうだね、調味料足してね。で、以上。え、やったなこのメンバーみんなやってる、ね、うん、今、あろうかね、もうこんなくらい。バカさー、2,477円だ。昨日昼ご飯で、あ、晩ご飯で1500円使ってんよ。あ、また、確かにね、確かに。そう考えたら、それを考えたら安いな。安いだろ。そうだな。で、ちょ、ワンボケやらんとけんだろワンボケって、ワンボケ、ね、ワンボケ、一応だったか、一応だったか、マジで死ぬよもうしゃーない、しゃーない、これしゃーない。雨打ってるんだよ、雨打ってるんだよ、マジで死ぬよ。今雨打ってるから超過出るかなっていう心配。やばいってだからやばいってから、やばいって言ってるわけ、俺もやばいやつか、かっこないだろ。だから俺もボケたくなかったけど、うん、やらんといけないやん、なんかあれはあるとあっただろ、一応まああったね、まああったな、まああったな。こっからなしな。とりあえずじゃあガスコンロ用意してから料理しようか、はい、はい、しましょう。なんで着替え持ってきてないか。ガスするからだろそうだろ、あなただけ着替えて。なんで寒くない？寒いよ寒いよ、俺濡れてるもんよ、これもうびちょびちょだよ。お前この格好、ジャニーズしか許されないだろ水はね、結構あの公園の方で汲んだんで、うん、今実質無限です。おお、思ったより水っぽい。トトトトトト、入れすぎじゃない？で、水、うん、今だかつてよ、こんな格好で料理してるやつ見たことないやつは俺もやったことないわよオッケー、じゃあビールじゃんけん、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、あっしゃーしゃーしゃ、そう、最初で飲んどけばよかった顔真っ赤にしてくればよかった少し残す雑やし、やった買ってきたのに何も飲めず、ただのパシリただのパシリだった。悔しいの。いただきます。ムカつくな。美味しそうだね。お腹空いてるからジュワーって言ったよ。ね、水以外の飲み物が入るってやっぱいいね。待って、200件あるからもう一杯いけるよな。ああ大根って言われたもんし、大根大根、大根沸騰式だ、うん、水切り、水切りは内在調ザル的なやつもは、はい、これこぼす、これいける、水吸い上げるか、ストローで水を。なんで？あのストローで水を吸い上げるっていう方法しかない。サイフォン代表。サイフォン代表でやらないと。そうすないとか、まず。やけどするだろ、絶対。なんか、できんか、ペットボトルでやるか。できる、全長。お、マジ、うん、ああなるほど。あなるほど。ああなるほど。取ってか。なるほど。ほら。とっても部分なってる。ほら。うん、ああ、一応水が切れてるね。ああ、水切れてるね。ほら。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、やべ、塊。で、箸で混ぜていこうか。あ、これはうまいやつですわ。わお。今日晩ご飯絶対ないよな。いや、ないな。晩ご飯は、つるらんときないな。ないな。これ多いな。なんかね。これ多いな、森。じゃんけんよ。あっちグーが多いな。負けたやつこれな。最初はグー、じゃんけんポン。あっしゃー雑魚どっちがいいか。俺こっちがいい。俺こっちでいいよ。イエーイ、じゃんけん、じゃんこれ、イエーイ、イエーイ、ビールもあったらだからよ、かわいそうだよ、まあまあ、それ今あったら服もないし服もないし。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっと分けてあげるよ。優しい、まず優しいじゃない。おばあす、ありがとう。おや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 これでみんなバランス良くなった最終的に。じゃあいきます。おいしい、あ、うまい、おいしい、
あーうまい。ちょっと変わった味付けしたけど全然美味しい。うん、欲しいな。また食える。また食えるな。ちょっと200円しかない。ギリもう半分ぐらいじゃん今お腹。半分だな。また食えるな。雨が止まないと何もできんから。それなんだよな。ちょっと寝ようぜ。寝たらお腹すかんだろ。あー無駄なカロリーを使わんと。使わないと。さっきの打ち込みしてるところですね。はいはい。あっちで晴れ次第釣りを始める感じかな。そうだね。玉安沢はもう打ち込んだままなんで、うん、当たり次第雨降りでも関係なしに釣ります。出したです。じゃあ天気良くなってきた。まだちょっと降ってますけど。あ、潮引いてるね。あ、いいや。浅いな。せーの、よいしょ。あー、食ってないな、これは。切れてる。切られてる。あ、いや、ほんとだ、切られてる。これは切られてた。切られた。まあ、出てきたら待ってね。いや、可能性あったな。あったな、もしかしてずっとここにいたら欠けてたかもしれない。くそー。あ、いや、そんなことある。これ切るって16ぐらいでしょ。14号。まあまあサイズじゃん。光る源氏が釣っていいか。この衣装お金かかってなさそうだけど。かかってないな。雨も止んできたんでちょっとポイント移動、もっと釣れそうなところ探そうと思います。まあまだ降ってるけどね。あっちの山の方には霧がかかってますね。こういう風に。よっしゃ、移動しよう。あ、よさげ。痛い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 。どういうか。これ痛いな。よさげだな、ここランガンする。まず買ったもんね。やばいっす、スマホよ。びしょびしょやん。やめろ。うわ、こっち綺麗。青いな。すげえ。こんなところでエンジョイして。あっち行けんか。あ、行けんか。あ、行けそうだな。行けそうじゃん。あれで行けるんじゃない。ギリギリまで行った。行けそうなら行く。行ってみるか。でもあっちから近くなってるよ。ついちゃったよ。あー、アロイット、これ巻き、頑張れ。絶対ついた。あ、いいいいいいサイズ。さっきの大きい。